はい、皆さんこんにちは、モモンガとアカネッチです。今日は、前にね、ハロプロの福袋が届いたんやけどその時に頼んどったピンポスが、2019年、去年のやつね。コレクションピンナップポスター。そう、ピンポスって、ピンポス超有名なやつ、ハロプロ略してピンポス。そう、それがね、届いたんで、6枚と頼んどったと思ってんけど、多分、福袋の金額にビビって4枚しか頼んでない。なので高い福袋高かったね。8000何倍だったんやって。そうだからちょっと1万円以内に抑えたいなって思って。そうで、なので4枚しか買ってきてないんですけど、せっかくお金値が来てたのでお家に、お家に来てますけど、言われましたついでにピンポスも一緒に開けたいと思います。赤日一切わかりません。イエーイ。名前わからないが、わからないけど、ここをね、後ろにして、こう出してね。オッケー。じゃあ、手に入れんの？うん、赤日から。では、1つ目。当てる？うん、いきまーす。どうやって出したらいい感じ？いいよ、その。店長で、この、何を、で、どこまで引っ張ってん？どこまで？その、違う、それ厚紙。あれだけ、その、写真。あー！そうやったら厚紙になってます。せーの、出れん！あ！見えてない。見えてない。うん、タコちゃん。あー、タコちゃんです。タコちゃん、タコ焼き。ゆめちゃん名字何やったっけ？工藤ちゃん。あ、そや、工藤ゆめちゃん。ゆめちゃん言ったら分からへんくなった。工藤ゆめちゃん、ジュースの工藤ゆめちゃんが出ました。新しい子なの。おー、こんにちは、はじめまして。しかもね、めっちゃ歌もうまくて、ジュースダンスもうまい。そう、信じないけど、もうすごい、かなりパートをもらってると。神さらさらやの、かなりすごい。しかも将来有望な美人さんです。羨ましいです。イエーイ。はじめまして。はじめましてですよ。では2つ目大丈夫が、あ、逆や、ぶねー。せーので、でで、あ、ん、ん、誰、あ、さこちゃんです。さこちゃんとさこちゃん似てる。和田さくらこちゃん。さくらこちゃん、こぶしファクトリーの子ねんけど。こぶしさくら子ってめっちゃ名前可愛くない？でも可愛い、お嬢様っぽい。和田っていうさ、名字もなんかやばい。和田やんな、めっちゃ。和田さくら子って言うねんけど、今さっきの子ジュースの子だけど、こぶしファクトリーの子ねんけど、めっちゃ料理がうまい。いいな、ご飯食べたい。料理がうまくて、なんかこう、食べに行ってか。怖い、初めて。怖い。ナンパみたいになっちゃった。なんていうの？あ、歌もいい、歌もうまい。痛い、どつかれと今さっきから。歌もうまいねんけど、構えやコラがすげえ。痛っ。もう壁いつもぶつけるから。歌もうまいねんけど、料理もうまくて、なんか包容力もあって、みたいな。なんかかなりこう、素晴らしい。いい奥さんになりそうって感じ。でももう芸能界痛い。芸能界から引退するの？引退するの。大変無理です。クラッコちゃん、サコちゃん、ラッコちゃんとか呼ばれてます。ラッコちゃん。はーい。かわいいな。かわいい。今回のかわいいな。なんか化粧濃いからかな。口開けててもかわいい。かわいいな。じゃあ、3枚目いきまーす。せーの。ででん。あ、これは嬉しいんじゃないでしょうか。推しなんじゃないでしょうか。心前だや。あ、やんな。名前変えとうやんな。おー、私の。オチ？ビヨンズのオチの。オチ？ビヨンズ！ビヨンズ！ビヨンズ！あ、メガネ、メガネの男の子や。そうです、そうです。でね、この方、すごく、こう、男役を。あ、メガネの男の子！そうそう、メガネの男の子。メガネしてなかったら分からなかった。ごめんなさい。私的には、こう、結構宝塚っぽいお顔の、綺麗な方だなと思って。剣馬じゃなくて、剣士やった。あ、それ。呼び方。すごいお綺麗で、私も綺麗でございます。コロちゃんです。メガネ、やっぱさ、こういう、これハロプロのコンサートのやつやから、何グループ関係なく出てくるのがすっごい嬉しいよ。なんかいいな、いろんなグループ出てるやんな。しかもなんか衣装が今回派手めですっごい可愛いなと思った。まあね、色がはっきりして、めっちゃ目きれくない？綺麗。じゃあ次、最後いきます。はい、せーの。あ、お、全部あしか言えへん。あ、みずほおのや。みずほおの。
小野みぞおちゃんで椿ファクトリーの椿ファクトリー、え、かぶった？うん、かぶってないよ。今さっきは拳ファクトリーやグループかぶってないってこと？そう、グループかぶってないな。すごいすごい、これ10枚ぐらい買った方が良かったよな。ほんまそれ。グループ。ちょっとビビってる場合じゃなかったな。だいぶビビってんな。いや、なんかめっちゃ可愛い。なんか想像以上にこう、何、明るい服みんな似合っとるからさ。うん、可愛い。可愛い。小野みずほちゃん。椿ファクトリーの子ないけど。椿ファクトリー。あのね、歌が上手くて、なんか結構。うまそうだね、なんか。いや、勝手なイメージで申し訳ないけど。うまそう。うまそう。顔見て。うまそうやなって思った。うん。なんかさ、そう、声量ありそうなんじゃない？縁の下の力持ちみたいな。なんてやろうな。なんか、こう、椿の歌唱力は結構この子が重要かな、みたいな。なんか、目立っての歌唱力っていうの他にもおるねんけど、なんかこの子の、なんか歌手力がすごいこう、うん、支えてる感じ、ね、支えてる感じの子っていうイメージが男役もできます。おい違うけどな、メガネ違うけどな、舞台の男役ってめっちゃかっこよかった、っていうかなりのすごいニマニマした笑顔ニマニマずっとする子だけど、ほんまに素敵な素敵な、みずほちゃんありがとうございます。でも全体的にさ、なんかもっと買えばよかったっていう、なんか、うん、今回4枚ってさ58種類あるもんね、だって、うん、なんかいや、もっと番号ついてるし、ちゃんとなんて言うの、もっとさ、いろんなメンバー見たかったみたいな、うん、いろんな衣装見たかった。そうそうそう、なんか、推しはここ、前ここちゃんしか出てないねんけど、でもうちみんな好きやから、うん、なんかいろんな、ほら、なんかみんながみんなのさ、みんなのこの何衣装めっちゃみんなよ、みんなこの衣装衣装っていうの、うん、が今回かなりうち的には好きやから、うん、かわいいね。なんかそれでかなり、あの、結構どっかに派手な色って感じ。そう、結構こっちごっつりよね。うん、こっち二人ほら、なんかポイントにこう派手な感じで、うん、かわいい。え、うん、似合うね、よかったな、色が。格好とかもそこまでひどくなかったから、たまにあんねん、そういうのはっていうのは。おださな感じな、おださな感じ。今回かなり良かったので、私的には買い足せばよかったなってですね、思ってしまっております。イエーイ。まあ、そんな感じで、あかねち初めてのピンポス開封です。うん、開封って難しいよね総評今日の投票、うん、まあ、またピンポス買いたいなと思うけど、ね、今回ちょっと後悔してた、してる、すごいね、後悔してるね、6枚やったらもっとなんか悲しい気持ちになってしまった、もっと買えばよかったっていう、なんかもっとあったかもね、うん、これ全員が推しやったとしてもよね、うん、推しやったとしてもみんなの衣装見たかったっていう、この、ね、なんて言うやろう、切なさ、切なさがすっごいあるなのでちょっと今度から10枚ぐらい買おうかなと、うん、かわいいね。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。